スタンリー・グローマン・ワインボームはアメリカの SF 作家。SF 界における活動は短かったが、業界に大きな影響を与えた。SF 初女作、火星のオデッセイは1934年7月に発表され、絶賛されて、普及の名作とされたが、それから18ヶ月も経たないうちに、肺がんのため死去した。ワインボームは、ケンタッキー州ルイビルに誕生。 ミルウォーキーの学校に通った。大学はマディソンにあるウィスコンシン大学。当初の専攻は科学工学だったが、後に英文学に転籍したものの、一般に信じられていることと異なり、未卒業である。一説ではワインボームが友人の身代わりに試験を受けて後日発覚したためという、1923年大学中退。最もよく知られた作品は、 エポックメイキングな SF 短編、火星のオデッセイで、同書に登場するのが、好意的でありながら、明らかに、非人間的な異星人といえるである。これは、彼の SF 分野における、諸女作でもあった。それ以前に、実は、恋愛小説ザ・レディ・伝説をキング・フィーチャーズ、シンジケートに売却し、同社の新聞紙上で1934年初期に、連載している。 アイザック・アシモフのことによれば、火星のオデッセイは、完璧なキャンベル型 SF 小説だという。この小説が発表された後に、ジョン・ W ・キャンベルが登場する。実際、トイールは SF 界で、キャンベルの格言を満足する最初の生物だろう。キャンベルの格言とは、人間と同等かそれ以上に考えるが、人間のようでない生物をかけ、アシモフが常に言い続けたことは、 火星のオデッセイは、以後の、全 s f 記述方法を変革した3詞に入る。火星のオデッセイは、The Science Fiction Hall of Fame Vol.1、1929から1964や、1935年6月発行の、オートバイオグラフィカルスケッチなどに見られる。一般に信じられていることと違い、ワインボームは、サイエンスフィクションダイジェストに連載された。 作家共演型コスモスには投稿していない。実際に投稿したのはザ・チャレンジ・フロム・ビヨンド1935年9月のファンタジー・マガジン誌である。ワイン・ボームは死の直前、踊り3人という長編小説を執筆中だった。この小説では英国皇太子が米国の偏僻な地方のダンス会場に予告なく訪れ、 それぞれを異なる理由で選んだ三人の地元娘と踊る。予期せぬ注目を受けた結果、娘たちの運命は幸福や悲劇へと本来とは違う方向へ進んでしまう。1993年、ワインボームの未亡人、マーガレット・ホートフ・ワインボーム系は、ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるテンプル大学図書館に夫の資料を寄贈した。未出版原稿の中に、 踊り師三人などがあった。原稿のほとんどが恋愛小説でノンフィクションやフィクションも数編あったもののすべてヒエス F だった。短編ザ・アダプティブ・アルティメット。これらはすべて一貫した太陽系で設定されており、1930年代の基準では科学的に正確であった。例えば火星のオデッセイと夢の谷に登場する鳥のような火星人は、 リデンプションケルンでも言及されている。パラサイトプラネットに登場するミッツマンの金星人はザマットムーン中にも言及がある。ワインボームの太陽系では当時最新の衝突仮説に従って巨大ガス惑星が熱を放射しており衛星を地球程度に十分温めており、イオ、タイタン、天王星にも地球のような環境があるとした。火星も また十分に地球的であり、気迫室内で訓練すれば補助装置なしで、火星上を歩けるとした。三つの短編が、ディクソン・ウェルズを語り手にしている点で共通している。ディクソンは、永遠の遊び人で、友人権元恩師にして、神物理学教授のハスケルファン・マンダプーツの発明に、翻弄される。マンダプーツ教授は極端に傲慢な天才。 自らをアインシュタインと同等かそれ以上と評価している。ザ・ワールズ・オブ・イフではそうなったかもしれないものを見せる発明品が登場する。ザ・イデアルでは各人の理想を映すことのできる装置を教授が発明し、ディクソンは理想女性に出会う。ザ・ポイント・オブ・ビューでは他人の視点から世界を見ることができる発明が描かれる。3編べてにおいて ディクソンは夢にまで見た女性を発見するものの、ついには失う羽目になる。死後出版。ありがとうございます。